町のカラバカあんたが一番。今日は名古屋市南区にありますユートピア宝さんにお邪魔しています。今日はこちらで乙姫3周年記念祭が行われているということでお邪魔してみました。こちらユートピア宝さんはもちろんお風呂はいいんですけれども、お食事もおいしくて、そしてスポーツジムもあります。挙句の果てはお子様も楽しく遊んでいただけるゲームコーナーもございます。一日ファミリーで楽しめる空間だと思います。ぜひ皆さんお越しください。さあ、それでは早速会場の方にお邪魔してみましょう。改めましてこんにちは。ありがとうございます。もう一回こんにちはって言っていいですか。こんにちは。ありがとうございます。ありがとうございます。今日はね、乙姫3周年記念祭ということで、皆さん楽しんでいらっしゃいますか。ここで少しお時間をお借りしまして、町のカラバカあんたが一番 YouTube 配信のための収録をさせていただきます。どうぞご協力をお願い申し上げます。さあ、それではお時間の方があまりありません。早速町のカラバカあんたが一番お店の一押し歌手、大木はじめさん、こちらにお越しください。おかしいな、大木はじめさんを呼んだのに、ここに孫がいたら喜んじゃいますね。ゲゲゲの鬼太郎だと皆さんすぐお分かりですよね。こちら大木はじめさんなんです。はじめさん、マイクなし？じゃあ私の使う？はい、使いますはい、じゃあ簡単なご紹介していただけますか、それとも私がした方がいいですか。わかりました。じゃあちょっとね、実際ちょっとお顔を見せていただいて、大木はじめさん資料をいただいております。スタービレッジレーベルの大木はじめさん。あ、マイクが来ました、持ってくださいね。はい、そうです、ね、きっか歌手になるきっかけは、はは、ここに書いてあります、幼い時からの夢だそうです。夢が叶って今はゲゲゲの鬼太郎でございます、ね、ゲゲゲしか喋れないということなので、私が代わりに喋らせていただきます。なんかあのリクエストがあったということで、いつもはね、私も大木はじめさんとよくこうやってご一緒されるさせていただくんですけれども、いつもは自分の歌、例えば代表曲、今ね一番力を入れてるのは大量港、それと罪な人を力に入れて歌っております。罪な人、私も好きですよ。罪な人。罪でございます。というわけなんですが、どうも今回はゲゲゲの鬼太郎を歌ってほしいというリクエストがあったということで、ゲゲゲの鬼太郎になりきって歌うそうです。どうぞお楽しみください。それでは歌っていただきましょう。はい。
も忘れずにお持ちください、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。はいありがとうございました。いかがでしたか。ゲゲゲの鬼太郎になりきってましたね。さあ今度は先ほどまで皆さんお楽しみいただきました今日のメインですね、乙姫の皆さんにご登場願いましょう。乙姫さん、はい、私たち塾上アイドルユニット乙姫です。よろしくお願いします。さあ、私が三重県出身ピンクモチーフ瞳でございます。お願いいたします。はい、私は一番塾女です。皆さん分かっていらっしゃると思いますけども、あきこです。よろしくお願いします。若と申します。イメージからヒーローです。よろしくお願いします。分かった。お待たせいたしました。本当に待ってました。はい、私が次女の地味で明るいミナと申します。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。はい、ということで私たちの姫の新曲大阪ロマン、この曲で頑張っていきたいと思います。日本全国ずつ裏側ね、塾上パワーを届けていきたいと思います。で、OK ですか。大丈夫ですか。はい、はい、すいません、大阪ロマン、よろしくお願いします。お願いいたします。
結構好きでしたよ。あ、そうですか。どうしよう、間違いがあったらごめんなさい、はい。ね、本当にじゃあちょっと簡単なご紹介を ご自分でされますか。一応プロフィールはいただいてますが、じゃあちょっと読み上げちゃいますね。先ほどねお話しした時は愛知県一宮市の出身ってて、はい、っきり思ってましたら、はい、プロフィールを見たら三重県でした、はい、拍手させてごめんなさい。一宮熊野市で、あ、一宮、三重県の熊野市でした。失礼いたしましたね、はい、なんか熊が出そうですね熊野市なんですね。で、歌手になられたきっかけが10年ぐらいはさくら由美さんの前歌、はい、ね、歌ってお見えになったということ で、ね、改めて三浜浩二になって歌手になろうときっかけは、45歳でちょうど今の私ぐらいの年齢で、はい、ちょっと笑ってくださるで、お母様がね亡くなったということ で、ね、一度ぜひ自分のお母さんの歌が歌いたいということで、はい、ね、今回母という歌を作っていただいて、はい、歌手になられたというのがここのプロフィールに書かれておりました、はい。まあ、1月25日、ね、日本クラウンの方から配信されまして、あのリリースされましてね、あの今好評いただいておりまして、あのおふくろへ、母へと書いて、おふくろへという曲なんですけど、頑張っております。そうです、よろしくお願いいたします。さあ、それでは歌っていただきましょう。母へと書いて、おふくろへ、お願いします。はい、それでは天国の曲が聴いてると思います。三浜君のおふくろへ聴いてください。
聞いてたらお母さんもお歌の方はやってみえたんですか。いや、親父がですね、実は渡辺浜子先生の舞歌をちょっとやっておりまして、そうなんじゃ、何か歌にやっぱりご縁があって、私のお出会うと生まれる前ですけどね、ほんのちょっと前ですね。そうですね、はい、ありがとうございます。親父のやっぱり強いなんですかね。そうですね、こんな年で何を血迷ったかデビューしながら、どんな年でしょうか、ね、はい、でも年は歌に年は関係ないと思います。頑張って頑張って、これからも元気に歌っていただけたらと思います。はい、ね、はい、応援しておりますので、ね、元気を届けていけますように頑張ってまいります。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。こちらの方に、こちらの紳士の方にお伺いいたします。よろしいですか。こんにちは。こんにちは。ちょっと質問なんですけれども、はい、いつもどんな感じでカラオケ楽しんで見えますか。そうやね、毎日3回ぐらいやってるよ。カラオケ喫茶ですか。そうです。どうした。ちょっと
古い歌を歌いますよ。じゃあその新曲とか古い歌は演歌ですかね。演歌は洋歌。演歌は洋歌はない。これからもね、どうぞ楽しんでカラオケ歌ってくださいね。はい、どうもありがとうございました。今までは娘とか孫とか一緒に楽しく歌ってただけだったんですけど、今カラオケのお店も始めて、お客様に長生きしてほしくて、免疫力アップのために楽しく歌ってます。いいですね、健康のために、はい、ぜひこれからも健康のために歌い続けてください。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。さあ、それではここからは一般のお客様にご登場願いましょう。まずはお一人目、里田純平さん、どうぞ。軽い足取り、よろしくお願いいたします。はい、何か言うことありますか。言うことは、うん、何でしょうね。何でしょうね、まあ、ここにねちょっとだけ書いてくださったのが、もう自分は楽しいこと、楽しいから歌うんだと、はい、もう本当に今言ったようにそれが一番だと思います。じゃあ楽しんで歌って、皆様に楽しい気持ち届けてください。歌はI love you です。 I love you お願いいたします。Yeah.
本当にありがとうございました。もうね、本当に私演歌しか分かりませんけど、もう横でにっこりと笑顔が出ちゃいました。ね、そちらの方も突然、ね、歌い始めたら皆さんも拍手をくださって、本当にこれが楽しい歌ですね。本当素敵でした。どうもありがとう。せっかくお友達も誘って、どんどんカラオケ年代もね若くしていっていただけたらと思います。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。さあ続きましてはお二人目、浅川和義さんご登場願います。何かここにプロフィールいただいてますけれども、何かご自分で皆さんからアピールすることありますか。マイク使って喋ってもいいですか。はい、じゃあちょっと読んでみましょう。人生サラリーマンを50年されてね、お疲れ様でした。そして今は陶芸とカラオケでもう人生を楽しんでいるということで、陶芸とカラオケはもう比重的には半々ですか、それともカラオケの方が好きだとか。カラオケは10年、陶芸は15年、はあ、15、微妙に5は陶芸が多いんですね、はい、じゃ あのますます15に近づくようにカラオケもどんどん楽しんでいただきたいと。なんとか日程出せるまでになりたいと思ってます。あ、陶芸の方を、はい、あ、それはそれを違った意味で本当に応援したいと思います。頑張ってください。でも今日はカラオケで頑張っていただきましょう。それでは北前船お願いします。マイクで言っちゃってもいいですよ、はい、じゃあ私ここ読みますね。今一生懸命撮ってくださってる林先生に歌を習っていると、ね、先生でありながら一生懸命もう今日は一日あっちにこっちに走り回ってますけど、立派な先生なんですよ。あそこでやってる先生
でその先生に習っていらっしゃるとか ね、それで歌はなんかカラオケは去年から発表会の方にも、ね、出られるようになって、確かに緊張しているのでマイクを持っててもこんな感じですけど、マイクはお口の方に持ってきたらお声が出ますよ、ね、さあそれでなんか普段はトータルエステサロンをやっていらっしゃる歌うセラピストということで、じゃあのセラピスト、まあ、エステの方はじゃあもうバッチリ堂々とやれる、マイクは下ですよ、上に持ってきました、ね、歌うときちゃんとここへ持ってきてください。先生に習ってませんか、あや先生マイクはここにって教えてませんか、首かしげてますね。さあそれでは歌っていただきましょう、歯がゆい唇。ちょっと色気がないんです、この歌って。そうなんですか、
きっと皆さんびっくりしちゃいますよ。でもちょっとね、歌が大好きだと、ね、本当もうニコニコされて、もう待って見える時からもうニコニコに、でも歌はそれが一番ですね。本当にニコニコが一番で全部ごまかしが効きますね。本当です。でも本当歌うことが大好きは私もそうですよ。楽しんでこれからも皆さん一緒に歌いましょう。さあそれでは色気たっぷりで歌っていただきましょう。伊勢崎町ブルース。歌歴は長いですか？そうでもない、緊張しちゃってますね今ね。じゃあもう早く歌っていただきましょう。君がすべてさ、お願いします。Oh,
緊張ほぐれましたか。はい、はい、ありがとうございます。町のカラバカあんたが一番、ありがとうございました。この大きい拍手流れます。ではあなたの町へ行きますよ。いらないよ。ご苦労様でした。本当にありがとうございました。この大きい拍手流れます。